こんにちは。こんにちは。今回はマンセブンダイバーのマナさんにお越しいただいております。マナさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエイ。今日はこれからの季節にぴったりなビビッドなカラーの靴下を持ってきました。かわいい。絶対好きですよね。絶対好きです。絶対好きです。なんか日本語おかしいけど、はい、もちろんこういったねベーシックなカラーもあって、はい、とても使いやすいんですが、はい、実はこれ撥水ソックスなんです。普通の靴下じゃないんですか？はい、そうなんです。水を弾くんです。まあ、なので、はい、今回はこの可愛いカラーと撥水機能を合わせ持つこの撥水ソックスを紹介したいと思います。ちなみに撥水ソックスにはいくつか種類があるんですけれども、今日はこの撥水アメリブソックスを手に取ってご紹介していきます。では早速アイテムの説明をしますと、はい、このような夏らしくて可愛らしいビビッドなカラーもあれば、通年履けるようなベーシックなカラーもあるので、まあ、かなり使いやすいアイテムになってます。で、撥水機能に関してなんですけど、はい、肌に当たる部分、この内側の部分が綿素材になっていて、外側は撥水加工のポリエステルが来るように編み上げられているので、はい、内側は汗を吸収してくれて、外側は水をコロコロと弾くようになってます。え、じゃあ汗をかいても吸収してくれて、はい、で外側は弾いてくれる。そうなんです。そういうことですか？そうなんです。で、まあそんな素材で編み上げられているんですけれども、うん、実際にマナさんちょっと手に取っていいんですか？はい、まず表面から。はい、この表面が、これ本当に撥水されるんですか？そうなんです。撥水加工のポリエステルを使っていると。で、内側は綿素材になっているので汗も吸うし、肌なじみもすごくいいと。あー、汗吸いそうです。特に雨が降った日とか、うん、梅雨時期とか、うんうんうん、ものすごいいいですね。そうなんです。めっちゃおしゃれに履けるじゃないですか。ちょっとこう縮めでこう可愛い、うんうん、ルーズに履いても可愛いですよね。ねえ、絶対可愛い。実際どのぐらい水弾くかとかって気になりません？気になります。っていうかぶっちゃけ半信半疑です。そうですよね。じゃあ試してみます。え、今和夫さんが？違いますよ、もちろんそれはマナさん。今見てくださってる視聴者の方を代表して、はい、どのくらい撥水してくれるのかというのを実際にね、マナさんに体験していただこうかなと覚悟を決めました。はい、ということでこちらに小道具を用意しましたので、このじょうろを雨に見立てて履いている靴下にかけていきたいと思います。本当に大丈夫なんですか？今日びしょびしょで帰っていただくかもしれません。濡れちゃったらすいません。じゃあ行きます。はい、怖いなー。3、2、1。わー、おー、すごい。弾いてる。ちょっと本当にびっくりした。足は濡れてないですか？大丈夫ですか？いや、濡れてないです。かなりあの水が粒のようになって、本当にあの最初にお伝えしたようにコロコロとこうファーッと流れていってました ねえ。え、本当に今どうですちょっと今時間経ちましたけど、なんか少し冷たい感じ、うん、あー、なるほど。染み込んでる感じはないです。うんうんうん、ちょっと冷たい感じ。結構ね、実際の雨粒ってもっと細かいかったりするし、うん、そんなザーザーぶりとも限らないじゃないですか。小雨の時とかもある。そうです。それでいくと今結構な量をかけたと思うんですよね。でも今ぐらいの感じだったら足は濡れてないし、まあ、触った感じ靴下若干湿り気があるかなくらいの。すっごい。もう一回やってみます？いや、だって効果が実証されてる2回目いただきます。はい、はい、それではいきます。レッツゴー。3、2、1。怖い。はい、というわけで2回目ちょっとなんかさっきより染み込んだ感じ、ね、染み込みましたね。特にこっちのさっきかけた部分は触ってみてください。ありがとうございます。あー、そうですね、うん、ちょっとつま先側の2回かけたところは水っぽさ、水っぽさ。というわけで、まあ、完全にどんな状況でも水を弾くというわけではないんですけれども、ある程度、まあ、短時間、まあ、雨とかで
外で履いたり消しても水をコロコロと弾くということが立証できました、はい、できたんじゃないかなと思います。服のアウターとかで水を弾くものって、まあ、よく目にすると思うんですけど、はいはい、靴下でねこんなコロコロと水を弾く珍しいですよね。レインコート最近買ったんですけど、はい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 、これも買います。レインコートと一緒にこれを履きます。今回ご紹介したこの撥水アメリブソックスと、はい、その他の撥水ソックスは概要欄からぜひチェックしてみてください。というわけで今回はちょっと珍しい撥水ソックスをご紹介しました。これからの季節ぜひ試してみてください。これは本当にみんなにチャレンジしてもらいたい。皆さんの足でもぜひ検証してもらいたいですね。どのくらい撥水するのかっていうのを。それが痛かったんですよ、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。